hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. today's story is about power-assisted walking support system. i see here with evidence that ancient gods needed power-assisted walking support system. this system was to support ancient gods to walk on the earth because of its heavy gravity and marduk was one of them. his another name is gilgamesh, who is generally seen by scholars as a historical figure, since inscriptions have been found which confirm the existence of other figures associated with him in the epic. gilgamesh probably was a king who reigned sometime between 28000 and 25000 b.c. was he a god? Was he a demigod or was he a human being?But one thing is very clear.That is to say that he wore a power assisted walking support system. 古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。ここでは最初にマルドク、つまり延期の長男を例に挙げて考えてみます。マルドク、またの名をギルガメシと言います。 ウルクに紀元前2800年から2500年頃に実在した王と言われているからです。つまり、身元がはっきりとしています。そのギルガメシは歩行補助装置を身につけていました。そのレリーフが証拠として残っています。で、今日は話をもう一歩進め、では、古代の神々は座ることができたかという問題について考えてみます。座ることができたのか、それともできなかったのか、もっとも座り方にもいろいろあります。 縦膝を立てて座る縦膝、あぐらをかいて座るあぐら、それに日本人に馴染みの深い星座。で、調べてみましたが、日本人が星座するようになったのはそれほど遠い昔からではないようです。一説によると、江戸時代からだそうです。が、それはともかくも、歩行補助装置を身につけていた古代の神々は、どんな座り方をしていたのでしょうか。で、調べてみると、古代の神々は皆椅子に座っていたことがわかりました。 が考えてみればおかしなことですね。逆に言えば、椅子という家具、つまり道具がなければ、座ることもできなかったということになります。つまり、休むことができなかったということになります。進化論の大原則に矛盾します。というような、回りくどい言い方はやめます。古代の神々は、この地球上では歩行補助装置を必要としていました。歩行補助装置がなければ、あることもできなかった。地球の重力が問題でした。 仮に、いつか、いつか人間が現在の地球の重力の数倍もあるような惑星に行った時のことを考えてみればそれがわかります。あなたの体重が一気に数倍になるのです。あなたは歩くことはおろか、自分の体を支えることすらできなくなるかもしれません。地球へやってきた神が見つまり、エイヤーにしてもそうです。だから歩行補助装置を必要としていました。青森県で見つかった車交機道具をはじめ、日本で発見されている道具が皆一様に 太い足で表現されているのはそのためと私は考えています。で、私はその座り方に注目してみました。どんな座り方をしていたかそれを調べてみました。それが今皆さんにご覧いただいている表です。バビロンア、シュメール、アッシリアに残っているリーフでは古代の神々は座っているか椅子に座っているかのどちらかです。興味深いのは、いわゆるギリシャ彫刻にしても大半が立像、つまり立っている像だということです。中に、 縦膝の女性像もありますが、星座やあぐらをかいて座っている像は私が調べた範囲ではありませんでした。レディーフを除いて椅子に座っている像も私が調べた範囲ではありませんでした。座るという習慣そのものがなかったということになるのでしょうか。ともかくも歩行補助装置を身につけていたのでは、座ると言っても椅子に座るしかなかったのではないかと私は考えています。まあ、こうして表にしてみるとそれがよくわかります。 で、表を見ながら皆さんに説明しますが、まあ、一番上がですね、動物の座り方ですね。で、それと同じような座り方をした像がですね、アメリカの鉢の日でも見つかってますし、それから、アステカでも、そして、セルビアのビンカでも見つかっています。まあ、一番右の上の方ですね。そしてダ、ダヴィンチはですね、どういうわけか、縦膝の像、って言いますか、姿の絵をたくさん描いてますね。もちろん、星座であるとか、っていうのは、まあ、ないわけですよね。 しかしですね、まあそのあぐらをかいて座るというのは上から3番目にあるわけですけどもね、世界各地のまあ像にまあこうしたものがあるということですよね。日本、それから南米、それから、あ あるわけですね。だけどこれがですね、あの、大変珍しいんですけども、あの、いわゆるミトラ教の神事、地下でね、地下洞窟で、まあ、こうした神事をしていたわけですけども、ここに座っている人がですね、正座をしているわけですね。で、その人と同じようなれ方していたのが、奈良県、奈良のね、法隆寺に残っている、この、侍像と言われている像なんですね。えー、一番下の左ですね。え、まあ、レプタリアン像ということになるわけですけどもね。 まあ人間じゃありませんね。で、この、敏感で見つかっている像なんかは、これは椅子に座ってるわけですね。ということは足が異様に細いってことにも注意してください。なあち、古代の神々たちはみんなこう、椅子に座っていたということですよね。まあ、あのー、 あるいはその歩行補助装置をつけている、あの、像ってことでですね、日本の先ほど言いましたように、社光器道具であるとかね、仮面の女神であるとか、あるいは、縄文のヴィーナスなんかはみんな太い発をしてますね。この続くビデオの中で、縄文ヴィーナスがですね、歩行補助装置をつけていた、またその証拠も残っているということを皆さんに紹介いたします。 ともかくも、古代の神々。まあ一番下の、まあ中央はですね、これはレリーフに残っている、まあバビロニア、シリアの神々ですけど、でも椅子に座ってますよね。まあ、そして体が大きかったということですね。で、人間と比べても2倍、1.5倍から2倍はあったと思われます。これは珍しいんですけど、いろいろ探してみたんですけどね。ギリシャ彫刻の中にはこのようにですね、まあ椅子に座ってると言いますか。 っていうような像はありますけれども、その、まあ今赤丸で示したところはですね、なんかこう縦膝を立てて寝転んでるっていう感じですね。まあ座ってるっていう姿ではないんですね。なぜギリシャ彫刻には座ってる像っていうのは、まあ大変少ないっていうことですね。ご存知のようにほとんどが立ってる像なんですよね。 ま、足がないせいか、わかりませんけどもね。あの、はい。まあ、それはいろいろ考えられますけどもね。まあ、要するにこうした像が、まあ、座るってことから考えていますとですね、やっぱり古代の神々は座れなかったんじゃないかというのが私の結論ですね。特に歩行補助装置をつけている神々は座ることができなかったんじゃないかというのは私の考え方です。 で、この一番右がですね、その歩行補助装置を使っていたって証拠なんですね。これはアッシリアで見つかったリーフですけども、足と黄色いのが足で、そしてその赤い部分が動力源って言いますかね、動力補助装置ってことになります。その間が、いていてね、向こう側にある衣服が透けて見えるってことです。これについての検証はこの続くビデオの中で詳しくしますので、またご覧になってください。で、今こうしていますとですね、椅子に座っているのが多いっていことですね。右が神で左が人間ですね。まあ、王に、どこかの王に、真剣を表す、まあ、王剣ですね、王剣を表すリボン付きの リンゴを渡しているところですね。まあ、こうしたその王権を渡すことができたのはエンディルってことになるわけですね。まあ、地球の支配権を持っていたのはエンディルってことになりますね。その流れを組んでいるのがイシュタールってことになるわけですね。イナンナ、イシュタールってことになりますね。まあ、それともかくも椅子に座っている。まあ、このイナンナなんかもこれこういったカラット付きでは座るのも大変苦労したんじゃないのかなと思いますね。で、今のそのイシュタール像にまあ、歩行補助装置をつけたのが日本のジョモンビーナスってことになりますね。それについての証明もこの後続くビルの中でいたします。で、こうして分類し てますとですね、右の方が歩行補助装置をつけていた。そして左の方が、まあ、歩行補助装置をつけていないということはですね、地球動画が立っていますかね。まあ、いわゆる、まあ 神々は今、まあ、いるとしてもですよ、地球には住んでいないと私は考えますね。いわゆる、まあ、動力園をつ,もをつけている神々というのは地球の外に住んでいるということですね。地球の重力は問題だということですね。言い換えますと神々といっても霊的、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、まあ、私たちは考えている以上に遥かに現実的な存在だということになりますね。ということをまあ念頭に置きながら続くビデオ。 古代の神々は歩行補助装置をつけていたというビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、bye for n o w g i l つまりマルドゥクは地上では 歩行補助装置を身につけていました。つまり、ET であったということです。が、マルドクが ET であったとするなら、父親のウツナピシチム、さらにはその父親のエンキ、兄弟のエンディル、さらにはアヌオ、そしてアヌオの孫のシャーマシ、および、およびイシュタールも皆 ET であったということになります。で、このビデオでは、そのマルドクが ET であったことを皆さんに 紹介、説明します。マルドックも、歩行補助装置を身につけていました。つまり、半身、半人ではなく、ET そのものであったということです。で、今、ギルガメッシュ物語の、まあ、壁画を見ていただいてますけども、左が延期ドゥ、延期族ですね。そして、中央にいるのがマルドックです。このマルドックの足を見てください。えー、それを拡大したのが右の図ですけども、明らかに、 歩行補助装置をつけています。つまり、マルドックはこの地上を自分の足で歩くことができなかった、イコール ET であったということです。これが物的証拠ということになります。左がアッシリアの、まあ、レリーフですね。この、まあ、王も、あれ、神も、やはり歩行補助装置をつけています。足と補助装置の間に、まあ、隙間があり、その向こうの衣服がつけて見えることに注意してください。詳しくは続くビデオの中でまた説明いたします。 これがほ、上の赤いところがですね、歩行補助装置です。そして、黄色いところが、まあ、本物の足だったということになります。まあ、現在、人間はですね、右のような歩行補助装置を使っています。 もう一度ご覧ください。これが、まあ、マルドクが身につけていた歩行補助装置ですね。そしてこの、これがですね、歩行補助,補助装置だということをわかりますと、先ほど言いましたように、えー、エンリル、エンキそしてアヌオ、シャーマシ、そしてイスタールも同じ仲間、すなわち ET であったということになります。これが物的証拠ですね。で、みんなですね、ノアですね、えー ウツナピシツムですね。そして、まあ、マルドックは、延、え、期、ー、ドゥが亡くなった、死んだ後ですね、悲しみに耐えかねて、このウツナピシツムに会いに行くわけです。それが、イギルガがシ物語になってるわけですね。で、フランスのセリ・キムラさんから、まあ、このようなメールが届いています、えー。ウツナピシツムイコールのは、ということになりますね、ということですよね。もう、若いですね。えー、マルドックの、まあ、この物的証拠が出てきたということはですね、まあ、下の方にいますけども、マルドック。 左の下の方です。ここですね。マルドゥックです。その、まあ、あの、父親である、まあ、エンリまあ、ンキですね。エアと書いてあります。中央です。エアが、まあ、あの、ET であり、そして、な兄弟のエンリル、そして、その父親のアヌオ、みんな ET であったということになります。そして、アヌオの孫である、イシタール、そしてシャーマシですね。中央上がイシタール、そして右がイシャーマシ、みんな ET であったということになります。 そして、今、言いましたように、マルドックのお父さんがエエ、ノアですね。わかりやすければ。そして、そのノアのお父さんが、アヌ王ということになるわけです。このように神々は、まあ、こうした線でつながれているということですね。そして、その、まあ、今日紹介しましたように、マルドックが ET である。歩行補助装置をつけていた ET であるということになりますと、その、まあ、上のですね、えー 神々は皆 ET であったという、えー、ことになります。なわじ、マルドックの右の、右の子の足が、えー、その証拠ということになります。割と、まあ、あの、ミトラ、ミトラ教から取ったということになるわけです。これ2レベですね。上、あの、イラクの北,北の方にあります。2レベです。で、この2レベでですね、あの、まあ、マスクが見つかってるわけですね。 それで、今言いました、その、ゲルガムシタたら下の方のウルクなんですね。まあ、ウルク、なんですね。ウルク、まあちょっとここで写真が交差しますけども、下が、イラクの下の方がウルク、そして上が2レベルです。そしてその2レベルですね。こんなマスクが見つかってるわけです。 なぜこのマスクを紹介するかというとですね、この顔が、いわゆるギルカム氏の顔と一致するということはですね、ギルカム氏というのはかなり大きな勢力を持っていたということを皆さんにこう、ちょっと知っておいていただきたかったからなんです、ね。ただあの、要するに、まああのペルシャ一帯を、まあギルカム氏が支配してたということですね。まあ、いわゆるマルドックが、あの、まあ、 あのオうがですね、今から4000年ぐらい前に、まあ、2ビで帰るわけですね。これあの、シチンの、えー、解読した文書にやればですね、その時に、まあ、丸クを、まあ、残すわけですね。そしてその時から、まあ、下ある、まあ、歯とですね、それから、丸毒歯が対立するわけです。で、まあ、ちょっとこのマスクを、これを見ていただくとわかりますように、まあ、一見すると違って見えるんですけどもね、細かいところを精査していくと、同じと言ってよろしいんでしょうかね。あのー、 感じしますね。この髭も上下に段に分かれてますしね。れから、作り方ですよね。ですから、まあ、左のは、左はですね、オーバーオールヘルメットって言うんですけども、まあ、顔全体に被っていたわけですよね。じゃあ、なぜこんなマスクを必要としたかですけども、まあ、いろいろと意見が終わりになるかと思いますね。ウルクが下手、上が2レベですね。ですから、かなり距離が離れてるんですね。まあ、イラク大きいですからね。で、それにもかかわらず、こうした同じものが見つかってるってことは、まあ、 単純に考えればですね、影響力がそれだけあったということになるわけです。で、これギルガメッシュですね。で、ライオンを軽々と抱いてますよね。ということは、それだけ大型の、大きな人だったってことになる。かまあ、あと、あの、神々は背が高かったんですよ。まあ、 私の印象では3メートル前後あったというふうに考えています。要するにこれがギルガメッシュの、ュなちマルドックになるわけです。そしてこの足をですね、先ほど精査しましたように、これはまあ歩行補助装置をつけていると。足で残っているレリーフと比べてみると、それがよくわかるということですね。そして左が延期ドゥということになります。で、この延期ドゥが、まあ、死ぬわけですね。そこでまあ、友達が亡く、が死んだということで、マルドックは下に来るんですけど、同時にそれはですね、今まで経験したことのない自分の死というものを、まあ、 考えるようになるわけです。それで、え、ゲルガメシは、え、ウツナピシチムに、いわゆるそのノアにね、会いに行くわけです。ノアっていうのは、まあ、あの、大洪水でも生き残った人だということでね。で、このお父さんになるんですね。まあ、系列的に考えますとね。ですから、マルトクのお父さんがウツナピシチム。そのウツナピシチムの、いわゆるノアのお父さんが延期ってことになりますから、延期の、まあ、孫ってことになるわけですね。で、この足、まあ、先ほど精査しましたけども、もう一度見ていただきたいんですけども、この足ですね。で、これは、あの、 いわゆる補助装置ですよね。これは身の方は、足でのレリーフですけどもね。で、こあの、私がこれねあのじ、あの、歩行補助装置だと気が,気がついたのは、この、この、このレリーフで気がついたんですよ。で、これ見てて妙な人だなと思ってましてね。それてこう、見てましたら、この補助装置と足の間にこう、隙間がありましてね。そしてその隙間の間からあ、向こうの側のね、衣服の、まあ、衣服の、が見えてるわけですね。わかりますかね。この今、丸い部分と、それからあの、 細い足。この黄色いのが細い足ですけども、この細い足との間に隙間があって、その向こうにですね、衣服が見えてるんですね。で、横,じ横線と言いますか、横じわがですね、一致するんですね、またね。 ま、ですから、一見レリーフこう、雑に作ってあるように見えますけども、ひめきて丁寧に作ってやるってことですね。そしてサンダルと足をつなぐ紐のようなものもよく見るとわかりますね。ここの部分ですね。ここに隙間があるわけですね。ここが重要なんですね。で、これでまあ気がついて、他のレリーフを見、見つけて、見ましたら、やっぱりこの歩行補助装置のようになっているものもありますね。なってますね、みんなね。それで、この間に隙間があって、向こうの衣服が見えるのは、はっきりとわかるのは、私が調べた範囲では2体です。 まあ、これが二つ、まあ、一つでも十分なんですけども、二つありましたからね。これで、まあ、歩行補助装置だということが、まあ、分かったわけです。となると、まあ、その、なんて言いますかね、あの、古代の神々というのはですね、まあ、まあ、あのー、マルト君はね、その歩行補助装置を使ってたということになりますと、その、まあ、上にいるンキさらにはその、あの、そののの孫のイスタ,タール、それからシャーマーシュまあ、それがキリスト教を立ち上げるわけですけども、キリストも、まあ、マリアも、 あの、いわゆるもっと現実的な存在であったということになるわけですね。いわゆる霊的な、いわゆるスピリチュアル的な存在ではなかったということですね。まあ、それは、あの、これで発見するわけです。なあち、まあ、こういった地上で生活する上においてですよ。いわゆる歩行補助装置を必要とするような、まあ、方たちであったということになるわけですね。そこが、まあ、この、歩行補助装置の、まあ、ポイントということになりますね。まあ、ただ単にね、神々が歩行補助装置を使ってたということだけではなくて、私たちが、まあ、考えている、まあ、 神的な存在というものは、まあ、あの、少なくともスピリチュアル的なものではないということに、まあ、結論が出てくるわけです。それで、みんなニーフルサングとイシュタールですね。このニーフルサングの足も、ちょっとこう人間離れしているということで、まあ、ここに紹介しておきました。で、マルドクの足もやはり、ね、ニーフルサングというのは延期の妻ということになっていますね。だけ,だけども延期の妻は、あの、まあ、あいわゆるまあ、せ、あの、 いわゆる半信半人だった、半人半信だった、半信半信、要する半信半人で、半分神で半分まあ人間だったということですね。ですからは、早く亡くなったみたいですね。あの、シッの解読した文子によればね。で、間違えたのは、私がですね、あの、いわゆるその、 いわゆる一般説に従ってですね、マルドクは、いわゆるその、デミガート、半信半人であったという説に基づいて、まあ話を進めたもんですから、間違えましたけども、まあそれはね、あの、ランスケさんが指摘してくださったように、それからまあ今、足を見てわかりますよね。これはもう半信半人のあ、あの、 神ではないですね。まさしく ET そのものであるということです。いわゆるその、エイディアンそのものであるということですね。で、まあマルドクは今、同じ繰り返しになりますけど、同じ資格の中にいると。で、こ左上延期、これは間違いです。延期ドゥですね。延期族ということです。あの、私の間違いです。それはまあ前後この訂正いたさせてください。それでまあハイブリッドの、まあ、奥さんと、間に生まれた子供だってなりましたけども、あの、マルドクはあの、神ですから、あの、 電気、まあ、あの、いわゆるその、なんて言いますかね、息子になりますと、そうするとあの、三人の息子の一人ってことになってしまうんで、ま、それちょっとまた今度調整してみますけど、ね、ノアには三人の息子がいましたからね。 で、ここで、あの、ちょっと、こう、ここにこういうふうに記述があったもんですからね。三分の二、えー、デミゴートだと書いてありますからね。ですから、ここで間違えたわけですが。しかし、まあ、あの、足を見る限り、まあ、半人半身ということはありえませんね。まさに神そのものであったということですね。それで、シッチンの、この、解読した文章をですね、まあ、これからちょっと紹介しますけども、これはある意味、非常に重要な文章なんですね。あの、いわゆる、まあ、それを、全文じゃありませんよ。あの、解説文ですからね。しかし、ま、丁寧に訳して、 ってみましたが、まあ、エンリルの長男のマルドクと。ここではそういうふうに書いてあるんですね。あの、しかし、エンリル、延期の長男は、うつびな、うつなピシティムで、まあ、ノアですよね。そしてその息子が、あマルドクな。まあ、この辺の関係はちょっとまだ、これから詰めていきますけども、要するに、延期の流れを組む息子であるということですね。孫か息子か,か、まあ、ちょっと、というのは神々の世界というのはですね、あの、人間の、その、いわゆるその、親子兄弟、 っていう感覚は合わないんですよね。ある時に、今、まあ、まあ、どこからかですよ。子供をあてがわれて、まあ、育てられるわけですね。いい例が、その、ミトラがそうなんですね。まあ、あの、アナヒータは、その、ザラストラの妻でもありますけれども、ミトラにしてみれば、アナヒータは母親になるわけですね。しかし、その、母親であると同時に、ミトラの今度は姉にもなるんですよね。そういった関係で、まあ、あの、 ま、成長とともにって言いますか、人間関係ある、それを呼び合う故障、呼び、呼び方はね、変わっていくってことです。で、イナンナっていうのはエンリル派だったわけですね。で、ま、そこでま、この時代から、ま、おそらく、紀元前2000年頃、ま、ちょうど、えヘ母ジョだろうが滅ぶ頃からですけども、えイナンナと、それからマルドクが、あの、いわゆる対立関係に入るわけです。 で、まあ、しばらくは、あの、平和になっていますかお互いにこう、尊重し合ってた時代があったように思いますね。ウルクには、あの、イナンナをね、あの、イシタールを特別に、え、と、と、投入させるようなね、地域も作ってありましたからね。ですから、初めからこう、対立してたわけじゃなくて、徐々に徐々に対立していったわけですね。それで、ま、特にあの、ミトラがですね、まあ、紀元前500年頃から生まれて、そして、まあ、あの、チペルシャ一帯を、まあ、その前はね、ドラスタ教があるわけですけども、支配するなんて勢力を持って、 できたわけですね。そこにキッカを抱いた、えー、イシュタールがですね。シャーマシュと組んでキリスト教を立ち上げたという、まあ、筋書きなんですね。で、これがウルクのレリーフですけども、ここでもちょっと前回間違えました。左上にあるのが、これ、イシュタールの紋章で、中央が翡翠ですね。お父さんですね。太陽の月の神ですね。月の神で、そしてみんなですね、シャーマシュ。太陽を打つですね。まあ、シャーマシュ。あのシュメルでは。 あウツそれから、バビロニアではヘあ、シャーマス。それから、ギリシャ神話では、ヘリオスというふうに名前が変わりますけども、変わるというか、いろんな呼び方をするわけですね。ですから、まあ、この左にいるのは、やはり、そうやって考えますと、延期。 エンディルってことになるんですけれどもね。わかりません。あの方かもしれません。これだけでは。あの、まあ、あの、いろんな解説がありますけどもね。それぞれの学者の方がですね、まあ、自分の解釈で名前をつけてますので、そうだというふうに書いてある、まあ、筆文でも残ってればね、間違いはないんですけども、そうでない限りは、まあ、一応、まあ、少しこう横に置きながら、そういった説明も読む必要があるってことですね。で、右の方が、 延期ドゥで、そしてってくる、流ってくるわけ、流ってくるですね。一番上頂点のアヌーです。で、アヌーがですね、まあ、あの、よくアフラマザーと混同するんですけども、アヌーっていうのは地上に来てたようですよね。だけだからエン、アヌーが、ま、その、アフラマザーの名前を語ってたってこともあるわけです。そして、まあ、今から4000年ほど前にアヌー以下、まあ、エンディルたちがですね、あの、帰っていくわけですね。延期も帰ったと思いますね。残ったのがマールドックなんですね。 マルトクは、まあ、反抗的だったために地上に残されると。そして、孫娘のイシタールも地上に残るんですよね。そして、この、両者の確率が、確率がですね、激しくなって、そして、まあ、対立関係に入ると。そして、12月25日、当時の日にミトラが、母、姉、姉、姉、の下で、まあ、女解体して、馬屋で生まれるわけですね。そこで3人のマギがやってきて、ミトラの誕生日を言うわけです。最初にいるのが、これが、あの、 いわゆるカンブジア。二番目がスタ、ストダーナ・ゴータマ。あの、ブタのお父さんです。そして三番目が、ダリウスということになるわけです。ダリウスは、紀元前522年の7月1日に、ペルソポリスで即、即位するしますよね。ですから、まあ、これ顔を比べてみますと、ダリウスの顔と三番目の、その、ダリウス。同じですね。ということはやっぱり一番前がカンブジア。そして二番目が、ストダーナ・ゴータマ。あシトターゴータマ。ただブッダ、私たちはブッダと呼んでいるあ、ブッダのお父さんになるわけです。三番目が、これがダリウスですね。顔同じですね。日の 感じがですから、やっぱりこれは三人のマギマギというのは、ですから固有名詞だったわけですね。まあ、キリスト教の方で一般名詞にしてますけどもね。一般名詞にしないとまずいもんですから。まあ、要するに、まあ、キリストの誕生にはこの三人のマギは立ち会うことはできなかったわけですよね。だって五百年前間が離れてますからね。要するに、えぇ、一人あるとシャーマー主が組んでキリスト教を立ち上げたというわけです。その一番左のイエスの顔とですね、でから、あの、ザラスしるのか。またこれが同じなんですね。あのー、 なぜ同じかということは、まあ、皆さんご想像の通りだと思いますけども、要するに、えぇ、ー、ミトラクをそっくりコピーして作ら、作られたのが、キリチュア。g u a r s are more realistic with working assist devices. ってことになりますね。えー 神々は歩行補助装置を身につけていた。つまり、私たちが考えているよりもはるかに現実的であったということですね。で、最初に気がついたのはですね、この、まあ、足への神ですね。この神の、まあ、足を見ていただきたんですけども、やはりどこかおかしいんですよね。で、これはまあ、あふくらはぎなどをですね、丁寧にこのように表現したというふうに、まあ、理解されていたのでしょうかいるのでしょうかこの足に注意してください。えー。 ま、手もですね、あの、腕の方もおかしいです。が、まあ、この向かって右側の腕もおかしいです。そして、皆さん中部からご覧くださいね。この足もおかしいですね。どこか人間のようで人間のようでもないってことですね。そして色付けをしてみました。この黄色い部分が本来の足と思われます。そして、右の赤い部分が 歩行補助装置と思われます。その証拠にですね、足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに、まあこの神が身につけていると思われるであろう衣服が透けて見えてるんですね。チーブからご覧ください。で、ここに隙間があるということが分かったわけです。それで私は、えー、この神は歩行補助装置を身につけているということを知りました。で、いろいろ調べてみますと、こうした歩行補助装置をつけている神は、まあ、 たくさん見つかったんですね。というか、逆に言いますと、ほとんどがこうした歩行補助装置をつけていることが分かりました。中歩からご覧ください。これがまあ決定的な証拠ということになるわけですね。あの、下の一番下段のですね、ひだ、ひだひだって言いますか、え線が表現されてますね。で、左もあそうなんですね。同じように、やはりこう、足と、そして歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えているのが分かります。そして足は異様に薄ぺらいですね。 この足では地上を歩くことはできなかったものと思われます。まあ、下の緑の部分がですね、あの、サンダルということになります。あるいは、あ連続性を持っていたのかもしれません。よく中深くあのご覧いただくとわかりますように、マルドくはそうでしたけども、足とサンダルをつなぐ、紐のようなものも見えますね。で、こうして、まあ、あの、歩行補助装置いうしものをですね、神々が身につけているいうことを、まあ、私は発見したわけです。 と同時にですね、まあ、この神々、すなわち、マルドック、それから、えー、アヌオ王に至るまでですね、そしてその、えー、孫娘のイシタール、そしてシャーマッシュ。イシタールとシャーマッシュはね、まあ、組んで、キリスト教を立ち上げ、上げるわけですけどもね。シャーマッシュがイエスという名を語り、そして、まあ、あの、キリスト教を立ち上げますけども、私たちが神々と呼んでいる、まあ、エイリアンですよね、人間ではありません。まあ、大変現実的な存在であったということですよね。 補助装置というのはこういうものなんですね。いわゆるまあ足の不自由な方がですね、まああの、こうした補助装置をつけることによって、まあ、歩けるようになると。そういうことなんですね。でまあそうしたものを、その神々も必要としていた。言うまでもなく、地球の重力が問題であったわけです。そしてもう一つは大きな問題は光だったでしょうね。 ま、光。ですから、ま、地上の光というのは、あの、宇宙と比べて、はるかに眩しかった。あるいは、神々の住む、ま、母星といいますかね、元の星よりも、はるかに明るい。ま、大気に包まれてますからね。光が乱反射して、明るくなるわけです。ま、その二つですね。もちろん、あの、大気であるとか、大気、あの、いわゆるね、この空気ですね。それから、その、まあ、 もろもろの病気なんだか、何かも問題になったでしょうけども、それはまあ数万年、あるいは数十万年という時の流れで克服できたものではないかと思います。えと、もかくこれが歩行補助装置ですけども、もう一つこの、えー、髪の足を見てください。えー、足が、まあ、薄っぺらくて細いですね。これはナフラマザーの足もそうなってますよ。それから、この緑の部分が、まあ、衣服であると。それはいいですね。そしてその足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに衣服が見えていると。 それをまあいろいろ言っていましたらこのようになったというわけです。えー、まあこれを、まあ皆さんがどう判断なされるかわかりませんけども、そして横線がですね、あの一貫性でつながってますね。今ちょっとブルーでお見せしましたけれども、そしてまあこういうふうにして歩行補助装置をつけ、左もですね、一番左の,まああの歩行補助装置をつけてる紙もですね、あの布の横線がですね、水平線がつながっていることに注意してください。ここに関節があるんです。これはあの何かのまあジョイントじゃないかと思います。 これは1486号ですけども、えー、古代の神々はエイリアンであったということです。で、歩行補助装置っていうのは実は見つかっているんですね。右が、これがあの長野県知能市に見つかった、えー、仮面の女神です。そして左がですね、えー、セルビアのビンカーで見つかった、えー,ー,女性ーセティングウォーマンとなってますね。英語の説明は。座っている女性ということになっています。で、この、もう一度この、えー、仮面の女神を見ていただきたいんですけども、 この仮面の眼鏡と、そして右の、右がですね、セルビアのビンカーで見つかった、まあ私が見つけたんですよ。そのビンカーで見つかった、そのセッティングワーマンとはコンセプトは似てるんですが、足の太さが違うじゃないかというのをおっしゃいますよね。で、まあ日本の土偶はですね、みんな足が異様に太いわけです。まあ埴輪も例外でありませんね。しかし、えー、あの、甲府ね。 山地県の甲府の、にはですね、左下のような歩行補助装置、しなわち下半身だけの土偶も見つかっています。そして右の下のように、セルビアの輪下ではですね、下半身だけの、やはり土偶が見つかっています。まあ、下半身だけの土偶があるということはですね、こうした土偶を日常的に神々を使っていたということになるわけですね。これは、あの、縄文のヴィーナスですけども、この足のところを見てください。何か変な線が、ラインがありますね。 深くご覧ください。このラインは何かってことで、まあ、随分、私は謎に思ってましたけども、これも私は歩行、補助装置のであるというふうに判断しました。異様に太い足ですね。というのは、ビンカで見つかった、あ、ごめんなさい、ペルシア、バビロニアで見つかった、ミソポタで見つかっているイスタールゾはですね、異様に逆に足が細いわけです。 まあ、それは、順に、まあ、注意してみていただくとわかりますけども、なぜそれほどまでに細いか。逆に言いますと、あまりにも細くてですね、地球の、この、いわわれになってまか、あ重力には耐えられなかった。だから、このような歩行補助装置を必要としたと、私は考えたわけです。このラインですね、あの、変、まあ、まあ、奇妙なラインがありますね。ズボンのような、ズボンのないようなラインがあります。で、ジョーモービネースをあー、もう一回見てみます。これは、まあ、皆さんご存知の、えー、長野県千野市、 腰がして見つかった縄文ビーナスです。この腰のところのラインに注意してください。で、右がですね、ターあるぞです。 バビロニアのイスタールです。このイスタール像はですね、腰は太いんですけども、足が異様に細いことに注意してください。そして、まあ、バビロニア、あれからセルビアで見つかっているイスタール像もですね、まあ、女性像もですね、あの、座ってるんですよね。いわゆる立ってるっていうよりも座ってる像が多いわけです。そして、まあ、比較してみて分かるといただ、分かっていただけるように、まあ、コンセプトが同じだということですね。胸の表現の仕方。そして、頭のヘルメットも同じように表現されています。 そして、まあ、あの、顔はお面ですよ。この右の、あの、このシスターのお面は、そのものがズバリ見つかってますからね。そして左の方も、えー、いわゆるその縄文ビーナスの方もですね、えー、現地で見ていますと、このお面の部分ですね、赤い部分が、中の方へ内側へグッと掘り込んでありますからね。明らかにお面です。そして、えー、長野県同じ地区、うちの市で見つかった、仮面の女神も、いや、後ろで紐で結んでありますね。な、まあち、 仮面だということです。そしてこの足がですね、右は異様に細く、左は異様に太いということですね。そこで、林博は、は、はや、はやしひろしは、縄文ビーナス、縄文ビーナス、イコール、イナンナ説を唱えました。まあ、だいぶね、多くの方にこう、理解されるようになりましたけれども、当初は、まあ、いろ、いろ,いろと叩かれました。要するに、縄文ビーナス、イナンナ説です。まあ、この縄文ビーナスというのは、イナンナであるということですね。で、まあ、一番左は、まあ、イナンナ、まあ、 イナンダですね。そして、こういうふうに、まあ、まあ、右二つもこれ、イスタール、イナンナ像ですね。まあ、あの、シュメールではイナンナ日本でもイナンナですね。そして、バブリオニア、ミサポタメンではイスタールと呼ばれました。こうした仮面も実際に見つかっているんですね。これが、あの、ジョーモンビデスの仮面と一致します。カヒルメットの上の、上についている点々と言いますか、ね、穴のようなもの、それから、このラインの表現の仕方、同じですね。 そして、このヘルメットのコンセプトですね。同じなんですね。そして、もう先ほど繰り返しになりますけども、この、この両者は二人ともお面をかぶっています。そうしたお面も実は別に見つかっています。イナンナ・シュメールですね。そして、この、えー、イナンナは言いました。私はイナンナよ。私はイナンナなのよ。どうして日本の皆さん分かっていただけないの私はイナンナなのよ。と、林博史は懸命に訴えています。 ま、これは、パワーアシストです。いわゆる、ウォーキングスーツですよね。で、今、それを具体的に説明しますが、この部分、確認してください。ここが、まあ、縄文ビーナスの非常に、ま、か大切な部分です。こうして、ま、体をとっていますと、歩行補助装置だけが残ります。こうしたものを身につけて、まあ、あの、日本のね、あの、縄文ビーナス、なち、縄文イナンダって、私、呼んでいただきたいと思います。林博之の縄文イナンダ説です。 ね。情もいななせ楽、楽しいでしょこうしてすっぽり入れて、そして細い足、すなわち、まあ、歩行できなかったわけですね。それはあの、あ青森県で見つかっている社交機動具もそうですし、ハニアもみな足が太いわけです。異様に太いのは、この地上では歩けなかったってことになるんですね。 そして、まあ、こうして歩いて、そして、仮面の、女神も同じように歩行補助装置をつけていたってことになります。そして、車高機、土偶もこのように歩行補助装置をつけていたってことになります。まあ、歩行補助装置施設も、林博市施設です。えー、ご留意ください。そして、こうして歩いていたということになります。 まあ、林博士ってことをね、最近たびたび言うようになりましたのはね、簡単にもうパクられてますからね。まあ、とても残念なことのように思います。そして、まあ、これは歩行補助装置だということです。まあ、皆さん、ご自身でご確認ください。 最近、これ本当に大変によく似たものが作られていますね。最近地元のですね、え S 自動車会社さんがですね、こういうものを作っていらっしゃって、いわゆるその古代の神々と同じものを作ってますよという連絡をある方からいただきました。私のビデオを見てからですよ。えこれがまあアシリアの神の歩行補助装置です。もう一度ご確認ください。ここはとても重要なところです。この赤い部分がサンダルということになりますね。そしてこの黄色い部分が足ということになります。 で、昨日でしたかね、ある方から連絡がありまして、古代の神々は、かか、かかとがなかったんだってことをあの言われてるんだけども、これを、これを見ると、かかとがなかったっていうことが納得できましたっていうことを書いてくださった方もいらっしゃいます。まあ、確かにこうしてみると、かかとがないような感じがしますね。連続性を持って、足が、足の、まあ、足にね、繋がってるって言いますか、客が足に繋がってるっていうんですかね、感じがします。そして、あの、この背景ですね。 繰り返しになりますけれども、この足と、ここを補助装置の間に隙間があり、その向こうには、まあ、この紙が着ているであろう衣服が透けて見えます。透けてというか、通り抜けて見えますね。そして、この衣服の横線がですね、一致していることに注意してください。 この横線ですね。矢印で今示しましたけれども、この横線が一致しているところに注意してください。そして、色分けしてみますと、このように、まあ、その古代の神々の衣服が浮かび上がると同時に、足と、そして歩行補助装置の間の、間の隙間が、まあ、よりよくわかるということです。この左に注意してください。だんだん左々ですかね。こうして、まあ、古代の神々は歩行補助装置をつけていたということを、私は発見しました。ここに隙間があります。 注意深くご覧ください。これがですね、手がかりになりまして、冒頭に言いましたように、古代の神々は、私たち人間が考えている以上って言いますかね、とは違って、霊的な、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、もっと現実的な存在であったということですね。もし、神々が霊的な存在であるならば、こんなものは必要としなかったはずですからね。そうでしょ常識で考えてください。常識っか、あなたの良識で考えてください。 そしてその霊的スピリチュアルの存在というのは、まあ人間がですね、まあはっきり言えば人間の傲慢さがですね、作り上げた虚像ということになるのではないでしょうか。だいたい神がですね、人間の姿をしていること自体がおかしいのです。それは人間の思い上がりというもんですよね。そうでしょあの神々というのはもっと人間を超越した存在ですからね。もっと言いますと、神というのはありとあらゆる生物、動物にまたがって存在する、まあ、 いわゆる存在ですからね。存在する存在っていうのもおかしいですけどもね。ですから、あの、なんて言いますか。人間の姿に似せてしまったということは、逆に言いますとね。じゃあ、馬や牛。 猿や豚には神はいないのかということになりますしね。さらに1万年前の人間にはいなかったのかということになりますし、人間だってこれからどん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 姿を変えていきますからね。1万年後、あるいは10万年後の神も今のままで良いのかということになりますけども、多分人間のことですから、どん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 その時代時代に合わせて変えていくでしょうね。なお、この神の顔はですね、ヘルメットですよ。このヘルメットであるという証拠も多分この続くビデオの中に出てきますけども、ヘルメットをかぶり、そして手には、まあ、 いわゆる補助装置をつけ、足には歩行補助装置をつけていたということになります。この手に握っているのは武器ですよね。いわゆるこの武器も以前証明いたしました。そしてこの手もですね、変なところに行きますか、お金したところに腕が二つに分かれてますね。まあ一方が腕であり、一方が補助装置であると私は判断しました。そして腕輪のようなものをはめてますね。何かの特別な装置のように思います。で、アフラマザーも先ほど言いましたように、大変細い足をしているのがわかります。 まあ、ひょろひょろっ言いますかね。そして、ンカーの、シッティングウォーマンの話をもう一度しておきます。このシッティングウォーマンですね。座像ですね。女性ザ像ですけども、この、まあ、二つの、まあ、写真が手に入りました。で、比べてみますと、あの、肩幅がカクンカクンと曲がっている、日本の、いわゆる縄文道具とコンセプトが同じですね。そして、脇の下には大きな空間ができています。これは、あの、あ 仮面の女神ですけども、やはり脇の下に空間ができています。肩幅がカクンカクンと曲がっています。で、足が違うじゃないか。足が違うじゃないかとおっしゃいますよね。ちょっと待ってくださいね。顔を比べてみてください。えー、顔の、まあ、三角形、逆三角形になってますね。そして点々の、まあ穴が開いているところも同じなんですよ。そしてお腹。そして特におへその作り方が、 全く同じであるということです。この耳のところをちょっと見てくださいね。これはあの、現地行って調べました。穴ではなくて、くぼみですね。まあ、そういった違いはありますけども、こうしたところに、同じところに同じように、まあ、穴が表現されているということです。これを違うという方がおかしいですね。あセルベーの文化というのはギリシャのやや北部です。にあるところですね。そこでこのような土偶が見つかっているということです。まあ、この左の土偶も私が、林宜氏が見つけました。で、このお腹のおへそですね。このおへそを見てください。 あの、特にあの、このひ、一番左のおへそと比べると分かりやすいです。ちょっとこう、見にくいかな。ちょっと盛り上がって、そして周,囲分周辺部が盛り上がって、そして穴が開いてるってことですね。で、でこの、えー、二つを比べてみまして、皆さんはこうおっしちゃいますよね。足が違うじゃないか、足が。 なるほどね。足が違いますね。ちょっとお待ちくださいね。もう少し検証しています。えー、耳のところ、口のところ、同じように穴が開いて。そして、肩はですね、えー、上あ、仮面の、え、女神の方はくるくると円が書いてあります。そして、おへそ。このおへそを見てください。注意深く。これはよくわかりますね。ちょっと斜めですから、光の加減でよくわかりますけど、全く同じだということです。 これがですね、数千キロも離れて、ビンカで発掘されてるんですよ。そして、どちらがどちらがいたかですけども、縄文、文明の方が古いんですよ。この右の、えー、仮面の女神は、今から6000年前、紀元前4000年頃に作られたと言われています。左の方ははっきりしていませんけども、はい。 これが、あの、カーで見つかった下半身だけの、えー、土偶ってことになりますね。で、これをですね、体に当てはめてみますと、すっぽりと生えるんですね。まあ、こうしたあ、下半身だけの、えウォーキングマシンをつけていた。で、えー、山梨県の甲府でも同じようなものが見つかっています。県立考古館にこれが陳列されていました。 これも私が、まあ、見、見ました。発見しました。で、これを歩行、補助、そうしたってことに気がついたわけです。で、結論ってことになりますけども、えー、仮面の女神ですよね。えー、そして、えー、これがシティングウーマンですね。夫人座像って言いますかね。そして、左下が、えー、ジョモビーナスです。そして、えー、右が、これが、まあ、イスタール像ですね。バビロイナのイスタール像です。 で、左の方は足が太い。右の方は足が細い。という形で表現されているわけです。まあこれは歩行補助装置を身につけているんだと考えれば何でもないわけですね。そして、えー、この車高機動具も脇の下が空いてますね。カクンカクンと肩番広くて。そして、埴輪もやはり同じコンセプトです、えー。同じように足が太いってことですね。ですから、えー、左四つはですね、日本側。右四つは、まあ、東ヨーロッパ。 がーということになるわけですね。まあ足の表現の仕方が違うと。そして、えー、繰り返しになりますけども、弁化では右下のような歩行補助装置、ま、って言いますかね、下半身だけの土偶が見つかっていて、そして日本でも左下のような下半身だけの土偶が見つかっているということです。どうか注意深くご覧ください。まあこれが、あーある像ですね。そしてこのような、 歩行、補助装置を身につけていた。つまり、神々は私たちが思う以上に現実的な存在であったということです。私はあなたとそれほど繋がらない生活をしていたということになりますね。いわゆる少なくともスピリチュアルな存在ではなかったということになります。 まあ、それ、その上の神のことは分かりませんよ。しかし、少なくとも、この地球上にやってきた神々は、えー、非常に現実的な存在であったということになるわけです。ですから、この仮面の女神はこう言っています。私はね、歩行補助装置が必要だったの。だって歩けないもん。私だって必要,て必要と必要としてたのよ。私だって、これがないと歩けないんだ。なんてことを、まあ、日本の神々は言っていました。ということで、まあ、今日はですね、 神々の歩行補助装置、すなわち、まあ、マード・バルトクのね、歩行補助装置から始まっているとしても明らかな証拠が出てきましたので、そして地球にいる神々は皆歩行補助装置を必要としていたという話をしました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。